冷蔵庫からこんにちは、サントリー公式バーチャル YouTuber のサントリーのむです。スイカです。のむさん、今日はこっちの世界の流行についてお勉強です。はい、流行なんて勉強しなくてもバッチリ捉えてます。じゃあしっかり試させてもらいますね。はい。題して KPKPJK ギャル流行語大賞クイズ。ついにスイカちゃんが壊れてしまいましたわね。勝手に壊れた。壊れてないです、僕は。あら、何ですか？キーピーっていうのは、ギャル語で乾杯という意味らしいですね。はあ、い、なるほど。女子高生の間で流行っていた言葉らしいですよ。いや、あの121歳の私にはちょっと意味がわからないとか難しいですわね。まあ、そうですね。そうですね。お年ですから。そうですわね。まあ、でもだからこそこう勉強したいなと思ってます。大切ですわね。はい、じゃあまずはですね、2019年の流行語からです。はい、その年であるんですね。そうです、そうです。なるほど。あの、僕が今からギャル語をお伝えするので、はい、ちょっとその文字面ですかねを見ていただいて、はい、意味を予測していただけると助かります。なるほど。はい、じゃあ早速いきましょう。当てます。はい、じゃあ第1問目です。はい、数字で3150、3150ですね。はい、これはスイカちゃんの銀行の暗証番号ではないでしょうか。まあヒントを言うと4649、なんかよろしく的な、まあそういうことですよね。そのなるほど。はいはい、ああ、これは、はい、わかりました。西郷さんですわ。あ、最高ですか。あ、正解です。あー、やりました。はいはいはい。まあまあでもそんな感じです。第2問目いきましょうか。はい、いきます。キョコ、キョがひらがなで、コがカタカナ、キョコ。まあキョコ、うん、これはわかりました。私、いや、わかりますよ。どうぞ。今日もコーヒーが美味しいなーですわ。あ、でも近いです。あ、はい、結構近い。はいはい、はいはい、どうぞ。巨匠が入れるコーヒーは美味しいなーですわ。ヒントください。だから、まあまあまあ、ファッションとかですかね。今日のコーディネートですか。正解です。あ、うん、今日のコーデ、今日のコーデらしいですよ。うん、まあ、虚構みたいな。第3問ちょっと近いですが、リアコ。リアルな、リアルな、こ、こ、女子高生っぽい言葉です。校舎。違いますね。正解はリアルに恋してる。推しってあるじゃないですか、キャラクターを好きに。推しのことを考えると涙が出てくる。リアコをこじらせすぎとか。じゃあ第4問いきます。はい、わかりみが深い。そのまんまな雰囲気でわかりみが深いと。そうですね。わかるよよりもわかりみが深いということで、わ、うんうん、かるよりもさらにわかっているよという。そうですね。寄り添うような言葉ということですね。うん、そうです、正解です。共感を。あの、正解です。 ありがとうございます。やりました。はい、じゃあ次行きましょう。はい、第5問ですね。〇〇案件。これは簡単ですわね。うんうん、飲み物に応援していただくことです。あの、例えば私のライフ3部作はクラフトボス案件ですわね。あの、普段ビジネスシーンで耳にする案件とは別の使い方らしくて、自分の事柄や事象に対して使用すると。なんか例えば、じゃあ夏に海に行きたいな、海の旅行行きたいなっていう感じで、まあ、海までにこう痩せたいみたいな、至急痩せたい案件とかっていうらしいですよ。ということで、次もちょっと出題していくんですけど、はい、次から僕もちょっと答えが分かってなくて、ちょっと昔のギャル語も出します。太古の時代のでしょうか。歴代のですね。はい、じゃあ次のいきますね。うん、2017年から、はい、カタカナでマ、ハテナ。あの、真水の間ですわ。それいつ使うんですか。あの、淡水魚を育てる時に使うんですか。あ、これ間、ま、海水じゃない、海水じゃない、ま、あ、これ僕わかりますね。簡単ですね。なんでしょう。これはマジですね、多分。マジ、これは簡単ですね。
いやすそうですわね。そうですね。次の問題はちょっと同じような感じなんですけど、ソマ、これでも多分それマジみたいなことじゃないんですかね、さっきと同じ。そうでしょうね。あー、合ってました。あ、合ってますね。それマジで合ってました。これ簡単すぎますね、ちょっと。ノムさん使いますか、僕に使ってみて。ノムさん、新しいお洋服買ってきましたよ。ソマ、ギャルの方のお友達がいないので耳にしたことがないですわ。100何年前かはノムさんもギャルだったという。今でもギャルですけれども。それはちょっときつい。ソマ、ソマ。はい、じゃあ次の問題いきますね。つ、2015年からの出題ですね。僕分かっちゃいそうですか。これもこれは冷たい飲み物のつです、はい、あー全然違うそうです。冷たいですわ。もう冷たいですわ、うん、答え、都合のいい女らしいです。もう分かるわけない。本当に流行ったんですか、こんな恐ろしい言葉。次の行きましょう、問題、はい、いきます。フロリダ、2017年からの質問。これは、はい、お風呂上がりに飲む、あ、グリーンだからは美味しいなですわ。あ、お風呂だから離脱しますっていうことですね、これ。正解です、ありがとうございます。急にお風呂に入りたくなってしまうってことですか。そうです、クイズは以上です。ま、早っ。そま、適応力早いですね。のぶりだ。あ、はい、飲む飲むするから離脱しますねですね。はい、今日は、はい、クラフトボスラテのホットをいただきます。はい、掛け声はもちろん KPKP。 ピーチー、ピーチー、何ですか、ピーチーって。 PH ですわ。あ、ピーチー、もうプハーじゃないですか。スイカちゃん、お勉強してください。いやいや、あの、キョドのクラフトボスラテは号泣号泣ですわね。キョド、キョド、キョドって何でしょう。今日のドリンクですわ。今日のドリンクはクラフトボスキョドですわ。あ、で、号泣はごくごくですね。そうですわ。あ、早い、いやなんか全てが早いですね。この味、分かりみが深いですわ。ああ、吸収がすごいです。いや、それにしてもホットが体に染みる季節ですわね。そうですね。まあこんな感じでいろいろ簡単にギャル語は作れそうですよね。そうですよね。ということで、ここからは今年流行語に選ばれそうな新しいギャル語を予想してみたいと思います。あの、基本的にはこう略語だったり、あとはひらがなが多かったり。そうですね、こうテンションが高い時に使う言葉が多い感じがしましたわね。あの、例えば、NNT ですわ。 NNT、 はい、のむのむタイム。あー、 NNT ありですね。 NNT ってちょっと言いにくいです。あ、NMNM でのむのむとも。あ、なるほど、確かに NMNM でのむのむ、すごく難しいですわね。のむのむタイムが NMNMT ですわね。でもなんか、あの、生放送の時とかにコメントで NMNM 希望みたいなで、のむのむするみたいな、面白いですわね。うん、いいですね。じゃあ、短めで言うと1個ありますよ。はい、レ、カタカナでレ、かなりレ、レモイのレですか。あ、わかり、さすが S 社の案件の人ですね。はい、うん、いいですね。でもどうでしたか、なんかいろいろギャル語を考えてみて。ギャルの皆さんが使ってくださったら嬉しいなとも思いますし、あの、お別れのご挨拶を、はい、ギャル語で、ギャル語で、はい、はいはい、お伝えしたいなと思います。はい、はい、いきます。よーでおーみーごー、全然わかんないです。ちかちゃん、ごー、ごー、あ、ごーは多分ごー、なんとなくごきげんようですね。ごー、